農地を湿地に復元する試み復元生態学は生態学の一分野であり人間活動などによって破壊あるいは損傷を受けた自然環境生物個体群を復元するための研究分野であるまた遺伝的な変異の保全復元まで視野に入れた復元生物学という名称も提唱されているソサイティ法エコロジカルレストレーションは生態学的な復元の定義を 生態系の健全さ、完全性、及び持続可能性の回復を開始、促進するための意図的な活動としている。この生態学的な復元に関連する学問分野が復元生態学である。なお生態系の回復のための活動としては、森林再生、植生回復、移入種の駆除、侵食の制御、在来種の再導入などが挙げられる。人間の歴史の中で、 数千年とは言わないまでも数百年にわたって土地の管理者や素人などが環境の復元や生態的な管理を行ってきた。しかし、そのような復元活動に科学的な裏付けを与える復元生態学が注目され始めたのは1980年代後半になってからであった。1990年代頃になると復元生態学への関心が高まり、 基礎的な研究への取り組みや学術雑誌への掲載が盛んになった。1992年には、レストレーションエコロジーという学術雑誌も創刊され、復元生態学という学問分野が急速に台頭している。科学コミュニティでは、自然環境の悪化や破壊による生物症の大幅な衰退は、悲劇的に短いタイムスケールで進行しているという見解で一致している。 実際に現代における種の絶滅率は通常の約1000から1万倍であると見積もられている。そのため環境の復元や自然再生事業といった失われた生物種の復元に対する関心は高まっているがそのような事業を行う上での明確な指針や事業の成功や失敗の基準などを設ける必要がある。そのため復元生態学の研究成果を 自然の復元事業や、その復元活動の指針、基準の作成などに活用することが求められている。種や個体群、生態系全体を保全する目的で行われる、保全生態学の研究が動物で多く行われているのに対して、復元生態学の研究は植物を対象に行われることが多い傾向にあるとされる。また、保全生態学の研究では、 理論的なものが多くある一方で、復元生態学では、実験的な取り扱いが容易である植物を対象とすることが多いため、より実験的な研究が多いとされる。また、復元生態学で行われる実験では、復元事業に関わる関係者と合意を形成する必要があるという点で、通常の野外実験とは異なり、他の自然科学とも大きく異なる点である。 ありがとうございます。